はい、ドリームダウンのサマリハナです。ドリームダウンサノコちゃん、ヒョダリです。お願いします。お願いします。今回なんだけど、はい、バッティング今日もやっていくんですが努力家ですねはい、今日もしっかり打っていこうと思うんだけど、はい、今までいろんなメニューをもらって俺がやっていく形でやってたんだけど、はい、それをやってみてなんか気になる点っていうか、はい、こういう練習やったらもうちょっと良くなるんじゃないかっていうのをちょっと欲しいな。なるほど欲しい欲しくなっちゃったんですね。欲してるんだ今いやもうとっておきのやつ考えてきました。本当ですか？はい本当にいつも頭が上がらないじゃあ今日は岩谷くんのその練習をやってみたいと思います。はい、ドリームドア違う違う、座らないです。座らない。はい、こんないい高さなのに中腰になってもらって、この足円に入れる感じか。あ、そうですね、足円に、円に足入れてもらって、でケツは完全につけないと。こんな感じか。はい、でちょっと足を開き気味で、はいはい、それでTしますよ。腰は回していいの？腰はもう完全に回しちゃって大丈夫です。こうやって、はいはい、しっかり足固定してガニ股ぐらいで。こんぐらい？はい、でこういう感じ。はいはいはい、そんな感じで。レンティじゃないよね。レンティじゃない。レンティ恐怖症になってるから。今回はレンティじゃないね。お願いします。いきます。お願いします。お願いします。よし。はい。よし。はい。結構下半身きますよね。うん、いやはいはい、きついきついな。きついっすか？いいっすね。きついよ。はいはい、あー詰まったはい、きつい。いいっすね。岩谷りOK、 今のいいっすね。はいはい、あー違う。ドリームドア、あと何球？じゃあラスト10いきますか。おにー5かと思ったはいはい、よっしゃー。はい、おー、はい、おらー、いいねー。はいはい、はい、高い、高い、高い、はい、最高。オッケー、弱いよ。はいはい、ああ、はい、ああ、よろしそう。はいはい、ああ、オッケー、はあ、ち、ちなみに打った後そのまま体勢キープっていうルールあります？え？何何何？打ち終わった後にその体勢をキープするっていうルールです。ルール？え、やってなかった俺。やってなかった？あ、わかんないですけど。なんでだよ。やってなかった？打ち終わった後でしょ？打ち終わった後、じゃあ打ち終わった後5秒キープしますか？俺は言ってなかった。それはちょっとすみません。じゃあ3球だけ。はい、ラスト3で3球だけ。地獄前の最後の休憩ね
打った後5秒キープ。はい。お願いします。じゃあ行こう。はい。1。長くね？ 5。心の中で数えるタイプね。1。3。4。5。出そう。はい。よし。2。3。4。5。よし。ドリームドア。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いじめだよね。いや、れっきとした練習です。これ汗見てよ。すごいですね。吹き出てる、本当に。やっぱりさ、見てて、はい、足腰弱い。まあ、その、弱いというよりかは、さ、う、ら、ん、なる強化といいますか、より強くするための。ものは言いようだな。聞こえはいいけど、はい、やっぱり下半身強い方がいいじゃないですか。まあそりゃそうだな。何でもいや、グーの音も出ないので多分自分からはやろうと思わないわ。おすすめはしないですか。おすすめ、いや違うよ、俺がね。ああなるほど、うん、他の人がやる分には俺見てて楽しいと思うわ。確かに楽しかったです。ほんと。ただ今度はね、矢田君にやってもらうから。どっかで。わかりました、はい。今回はこういう形で下半身強化をしましたが、はい、いろいろ課題もあるからいっぱい、それに合った練習方法っていうのをこれからもどんどん提案してもらえればなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。